もしもし。桐生一馬だね。もうカムロ町からは姿を消したと思っていたよ。お前誰だ。ラウカーロの亡霊といえばわかるかな。ジャカか。何の用だ。あんたにご挨拶をさせてもらっていないと思ってね。お前らと付き合う気はない。忠告が身に染みたようでね、西洋界から手を引こうと泣きついてきた。つまりこの俺の命令に逆らったわけだ。組織の秩序を乱そうとしてる。あんたのせいで俺はこの男を殺さなくちゃならん。止めたければこの間こいつがいた場所に来い。一人でだぞ。待ってるからな。おい、生きてるか。なんとか。桐生か。ったく、自利品の挙句仲間割れか。覆面かぶったあの男はどうした。いねえのか。こっちだよ、桐生一馬。よく来たな。別にお前にしてみりゃそいつら見殺しにしたとこでへでもないだろうに。こんな手の込んだ真似しねえで。お前の方から俺に会いに来ればよかったんだ。ああ、そうだな。だが、呼んだからにはそれなりの理由があったってことだよ。彼らはジャカが本国から送ってくれた精鋭たちだ。何？桐生一馬の居所を突き止めたと報告したらすぐに手配してくれたよ。我々の組織は日本支部を潰してくれたお前への復讐を決して忘れやしない。だがせっかくお前を見つけたというのにこいつらと来たら筋金入りのボンクラでね。お前を思ったより悪いやつじゃなかったとか寝ぼけたことを言って何も動きやしなかったんだ。街頭モニターのジャックも爆弾の手配にしても結局全部俺がいないと何一つできん。まったく呆れるだろう。さあな。まあここで俺がお前を始末して名を挙げりゃジャカもまたカムロ町に島を持つことができる。その時ラウカーロンに代わって日本支部を仕切れるのはこの俺だけさ。そんだけ頭数が揃ってんなら俺が手加減してやる必要はねえな。なんだよこれ。そんなバカな。ジャカの精鋭が揃ってたはずなのに
俺も舐められたもんだ。な、ジャカの幹部たちにはこの程度の連中で首取れる相手だと思われてんだな。本気でカムロ町進出なんて考えてるなら、ジャカも少しは採用界を見習うと。連中は100や200じゃ効かねえ数の兵隊をカムロ町に送り込んできている。おまけにその兵隊たちを仕切っている幹部はお前みたいに小利口なだけの小物じゃねえ。俺が小物だと？評判通りやっぱり甘いな、キリュウ。俺にとどめをさせねえか。俺を生かしとくと後で後悔することになるぞ。お前は大口ばっか叩いてねえで、もう少し周りをよく見るんだな。ああ、お前危うく裏切り者に殺されるところだった。おかげで助かったよ、キリュウ。俺のことボンクラだって。確かにお前は頭いいもんな。ちょっと待ってくれ。あれはいいから黙ってろ。これからたっぷり可愛がってやる。キリュウカズマ、我々の組織があんたに手を出すといつもろくな目に遭わんらしいな。ジャカにとっての疫病神だよ。そうか。我々はしばらくおとなしくしてることになるだろう。こいつも殺しまではしない。安心していい。ああ、そうしてやってくれ。じゃあな。この町に堂島の竜がいる限り、いずれ最妖怪もカムロ町から手を引かされる。だから我々もその時までは安心して引き下がっているよ。